はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日もひな社のお掃除やりましょうか。はい、行こうですね。発掘現場の様子を。今日はちなみに3回目ですね。はい。トータル3回目。3回目でやっとこの状態。僕の方がだいぶ取れました。あとあれですね、換気扇をつけないと。ああ。全然楽じゃねえ。つるはしのがいいかな。また火花が散る。もう疲れた。それかすごく地味にゴンゴンこれでやっていくしかないんだ。いけ。もっと簡単な方法があるよ、ね、あるかな。これポンスさ、はい、ダメか。何いや水かけたらダメだ。あ、結局ね、ガンガンやるときにやりづらい。ガンガンやらなくて済むぐらいまで。あ、いや、表面しかいかないだろうって。え、水が表面にしか染み込まないだろうって。いかないかな。そう、この岩盤みたいなとこに。つるはしの良さが全くわからない。うん、あ、はい、休憩するか。休憩しよう。疲れた。いや、なんかいい方法あるってね。てかこの中がもうやだ。ああ、ちょっと低いもんな。長靴守ってくれてるとこは。そうだね。絶対なんかあるよね。どうしようかな。はあ、ああ、確かにそっちの方が力が入るかも。うん、夏じゃなくてよ、まだいいや。え、夏でこんなことやったら死ぬわ。あ、そう、死んじゃう死んじゃう。どっちがいいんだろうね。わかんない。私が今やってる中で一番剥がせるのはこれで、離れてて。こうなんか、ああ、これでなんか引っかかせるんだけど。ここがすんごい硬いや。どこ？ここら辺。ここだけ段差になってるからじゃん。ね、そうね。考えちゃうな。1年に1回こんなことしなきゃいけなくなると。ねえ。1週間に1回ぐらいうんこの掃除をした方がいいんじゃないかなって。そうね。それがいいかも。意味ないでしょ。
意味ないか。プラスチックじゃん。壊れて終わりそう。かわいすぎだ。厳しいな。硬っ。ねえ。ああ、私が割れるぶったたいて、でそれでコニタンが剥がすのがいい。やってみる。やってみよう。離れていて。ここは綺麗。見て。じゃあここら辺だよね。この辺もか。どうなんだろうか。はあ、前が見えない。ここさ、巻いていい？水？叩くわけじゃなければ。確かに。巻く前にこの瓦礫をなんとかするよ。なるかな。なれ、あったかい水だぞ。ああ。下にはないね。ね、下に行かないよ。おお。だいぶ減った。減ったよ。よいしょ。大方取れたんじゃない？これ？あとこれだけか。取れたん、こっちの方が強かったりしない？どういうこと？水を乗せてがって。あ、でも体力の消耗激しそうだ。どっちもどっちだ。カーリングだ。こいつ、これ、やだ。グラス？あ、すごい。腕が死んじゃう。もうやめよう。やめよう。終了。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。完全に工事現場。いや、もう筋肉痛だね、これはね。そうなんだよね。お疲れ様でした。もうカメラ支えてる手がこう見て、やばいし。バカとしてる。はい。これは手ぶれではございません。じゃあね。はい。